ヒメフラスコモは、車軸藻類に分類される、淡水性の藻類の一種である。細胞が大きく、実験室内での培養が、比較的容易であるためモデル生物として利用されている。大型の種であり、通常は軸長30から50センチメートルほどであるが1メートルに達することもある。軸の幅1ミリメートルほどに成長する。色は明緑色から暗緑色。 不死と、石管細胞との繰り返しで、節部から6から7本の臨生枝を生じる。臨生枝は、長さ2から4センチメートルで細く短く、常に1回だけ、また上分子して2から3本の分位枝を伸ばす。最終枝は1細胞でその先端細胞は、刃物状に急激に細くなった形をしている。皮層が形成されず柔らかい。死有同種であり、生殖器は、 輪生枝の節部に生じる。有機は、単性で、小枝の分子部の不死にいただきなし、メス機はその横に側なし群生することがある。有機は、直径約500マイクロメートル、8個の縦細胞が、集まって、球状の外壁を作り、内部には、造成糸が充満している。メス機の中央には、卵細胞があり、周囲を5本の環状細胞が螺旋状に巻き、 この末端は、上部で股間無理を形成する。螺旋細胞は上部に向かって膨らむ傾向があり、螺旋数は8から9、小喚細胞の高さは40から50マイクロメートル、幅70から80マイクロメートル。卵胞子は、暗赤蜂色から黒色で、ほぼ球状で、長径約550マイクロメートル、短径約500マイクロメートルで5から7本の巻線の翼縁があり、 皮膜表面は、凸凹のある、不規則な模様を示す。故障の比較的深いところに好んで生えるが、ため池や田んぼに生育する場合もある。故障では浅瀬に水草が生育し、それよりも深いところに、車軸も類が大きな群落を形成することがあり、この群落を、車軸も体と呼ぶ。ヒメフラスコモは、片車軸もとともに、世界的に主要な車軸も体の構成種である。 生育する故障の pH は6.8から8.8の弱酸性から弱アルカリ性で半武器は5から10月。南極、オーストラリアを除く世界中に広く分布し北半球に多く生育する。日本では北海道、本州、四国で生育している。アイルランドでも複数の県でで生育記録があり、ゴールウェイのエグリトン運ンがダウン県。 ロンドンデリー県のクレア島のドリー川などで生育が報告されている。絶滅危惧アイルやアクアリウムにて干渉用に栽培されることがある。アクアリウムではニテラフレクシリスあるいは俗名から単にニテラと称される。環境が大きく変化する導入初期には溶けやすいが、環境に慣れると育成は容易で生育も早い。レイアウトではなくもっぱら魚の産卵床などとして、 利用されることが多い。ありがとうございます。